テロップ出しとこう。イメチン。そう、髪を伸ばしました。イエーイ。どうですか、どういい感じ。うん、あ、のりーさんありがとうございます。私は今回にまた付箋にお名前を書いて貼ろうと思って、今回はハートの付箋を買ってきました。イエーイ。じゃあのりーさんにいただいたので、ちょっとのりーさんを書いていきます。よいしょ。のりーあっとあやね大福さん、あっとあやね大福さん、わーい。そう、イベント始まるのでちょっとね、気合い入れて髪伸ばしてきました。気合い入れたら髪伸びた。あ、 YSA73 さんも、 YSA さん、よし。えいと、スイカ、あやね大福さん、スイカ、あと、あやね大福、あやね大福さん、ありがとう。え、どう、みんなどう、実際髪長いのどうなんですか。どういう感じ、どういう感情。夏目さん、あやね大福、夏目さん、夏目、あとあやね大福さん、懐かしい。あ、懐かしいわね、それはそう。あとは夏目さん、ゆうたさん、ゆうたさん、すいかさん、ゆうたさん、ゆうた、アットマーク、あやねちゃんのことが大好きですさん、あやねちゃんのことが大好きですさん、はい、ありがとうございます。お、すごい、5位まで一気に上がりました。ありがとうございます。また押さなくなった。本当押さなくなった。うん、そっか、押さない。いやー、ゆうたさん、夏目さん、あ、すいかさん、ちょっと私で見えないね、あれが、ハートが、すいません。ヒゲダンさん、よいしょ。ヒゲダンさん、オッケー、ありがとうございます。エクステ、そう、エクステだよ。デビュー当時みたい。本当、じゃあ子供っぽくなった、幼くなったのかな。あ、やすさん、タワーありがとうございます。やすさん、懐かしい感じ。そう、懐かしいよね。そう、ちょっとイベント始まるので、ちょっとね、気合い入れてロングにしてきました。分かんないけど、そう、ショートじゃなきゃダメなんだって人はちょっとね、申し訳ないんですけども、ちょっと
ね、やっぱちょっとロングをね、もうロングじゃないや、ショートを4年ぐらいやってきまして、もうそうだ、もう本当にショートも飽きたなと思って、結構ここ1年ぐらいエクステしたいなと思ってたんですけど、ついにエクステする時が来ました。いつまでロング、ほんとね、あ、いて、いつまでロング、でも1ヶ月2ヶ月ぐらい持てばいいなって感じだから、まあ1ヶ月はこれかなと思います。1ヶ月は持つかなっていう感じ。ちょっと、やだ。てか iPad 買って、そう iPad にしたんですけど、なんかすごい iPad だとすごい低くなっちゃう、低いね、よいしょ、にゃんにゃん、あ、ちょっとうまくいかない感じ、よいしょ、いい感じになったかな。こんばんは、こんばんは。お、ドアアップになっちゃった。ん？ iPad なんかよくわかんない、どうやって戻すんこれ、自分の画面がなくなっちゃった、ん、戻んない、画面がすごいめちゃくちゃアップなんだが、戻って、あ、戻った、お、あ、戻った戻った、あ、でも全然戻ってないわ、まあいいか。そう、ロングにしたのでやりました、イエーイ、あ、5位、5位になりました、ありがとうございます、イエーイ、5位、え、1から4位誰なんですか、こんばんは、こんばんは、すごい画面がエクステつけたの、さ、エクステつけましたよ、1位はなぎちゃん、お、さすがに強いですね、1位はなぎちゃん、2位はなぎ、ぎょうちゃん、大竹さん、しもぐちさん、おお、なるほどね、小宮山さんとかまだやってないのか、そう、ちょっとね、次の回までにちょっと台を調整したいと思います、コミハルは自体、ああそうなの、そうなんだ、そうなんだ、絶対出ると思ってた、あ、和田ちゃんさんありがとうございます、大人っぽくなったね、本当？そう、大人っぽくなったかな？
かおりちゃんも出るのよね。知ってますよ、かおりちゃんも出るの。顔幼め、顔幼め、そうだね。お姉さん感、よっしゃ。お父さん埼玉さん、お父さんあやね海賊団になってる、ありがとうございます。お父さん、お父さん、よいしょ、綺麗なお姉さん、それ嬉しいわ。てい、よいしょ、どうしよう、よいしょ。イメチェン、そうイメチェンした、イエーイ。そう、この回は何時までだっけ、30分、そう30分ずつやります。今日は30分で6回やる。あ、ジョン万次郎、え、ジョン万次郎誰だ、ありがとうございます。ジョン万次郎、久々に聞いたな、ジョン万次郎。ジョン元気かな、よいしょ、よいしょ。ジョンじゃ、ジョンでウケる、こんにちは。初の経験ってバンジージャンプやってきたの。おお、初の経験はエクステでした。バンジーじゃありません。50枚ラブ完了、あ、50カウントありがとうございます。皆さんぜひお星様とね、50カウントよろしくお願いします。髪の毛の色黒？そう、あのね、黒染めしない、一番黒いのにした。黒染めするともうダメだから、黒染めまでいかないぐらいの黒、なんか真っ黒ではないんだよね、なんか地毛みたいな感じで。もママに、あんた地毛より黒いんじゃないって言われたそう、ちょっと地毛茶色いんだよね、だから黒にしました。あ、くまくまちゃんさん、ありがとうございます。くまくまちゃんさん、やっぱさ、ハートかわいいな、ハートかわいいわ。昔よりもさらにロングにやってる。あ、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。バサッ、いやすごいさ、だから帰ってくるときさ、帰ってくるときさ、もう髪があるのが嬉しすぎて、なんか後ろにバサッて何回もやってきちゃった。そう、髪色変えて就活始める女子大生みたいだ。うん、なんかいいんだけどさ、褒めてるのか褒めてないのか分かんないよねそれでツインテールになったら他界する。まあツインテールもやるでしょう、それはもちろん。ツインテールとポニーテールがしたくてやったんだもん。あ、すごい、4位になった、ありがとうございます。3年ぶりのロング、そうだね、3年ぶりぐらいかもしれない、ロングはエクステです。そう、ショートになって3年4年、丸4年ぐらい経ったんだけど、そう、もうさすがにショート飽きたなっていうのと、あと最近8にボブが増えすぎてて、 AKB 全体でもそうかな、めっちゃ短い人増えてきてて、そう、なんかすごい被るなと思って。今まで金髪だったから、すごい、めっちゃ今日喋るね。今まで金髪だったりピンクだったりしたから、あんまり気にしなかったけど、ちょっと髪も暗くしたいなって思ってしたら、あれ、みんなと被るじゃんと思って、そう、いや、ショート飽きたしエクステしちゃおうと思ってエクステしました。イエイ。ランクって何ですか？
あ、ランク？この順位？順位はラルム3位にな、3位以内になったらラルムっていう雑誌に出れるんですけど、それのイベントを今やっています。今日から1週間なんでね、ぜひぜひなんのこっちゃって方は、まあ、お星様だけでもカウントっていうのは1から50個コメントしてくれると嬉しいんですけど、全然1位とか2位とかでもいいんですよ。そう、1から50まで打って送るっていう、そうそんな感じ。あと今チャレンジからちょっとギフトもらえる、だってそうチャレンジっていうところそうから見てくれるといいかな。違う人と思ったね。そう、違う人みたいだよね。イベント貢献していただく際は SMS 認証も忘れなく、そう SMS 認証もよろしくお願いします。皆さんぜひ確認してね、一回。本当にそれしてないと反映されなくて、もう頑張んないといけないから、頑張ってくださったのに反映されないみたいなことになっちゃうから、そう、電話番号と電話番号認証って感じ。そう3位以内に入ればいい。そう、3位以内に入ればいいんですよ。まあ1位をね、もちろん1位を目指して頑張りたいんですけど、まあまずは3位を目指して頑張っていきたいと思います。4年前に推していた頃を思い出した懐かしい、久しぶり。いちご大福食べたい。わかる、いちご大福食べたい。私も推し始めの頃、いや、そう、なんかロングの頃からさ、いてくださる方もさ、そういるんだけど、やっぱショート時代しか知らない人もいるじゃん。そう、その人たちはにどう思われるかなっていうのはちょっとあったんだけど、そう、でもなんかいろんなのところをね見せていきたいなと思ったので、ちょっとサプライズロングヘア、イエーイ。すげー、ちょっと全然口の色がなくてびっくりしてる、今更だけど。4枚ラブが好きなんですけど今も好きです。え、嬉しすぎる。それはなんやそりゃ、超ロングの頃から好きですよ。お、嬉しい、本当に嬉しい。それはなんかね、いい、それはエモいわ。雰囲気変わって新鮮な気持ち。そう、お姉さん感出てる。え、そうでしょ、昔のロングとは違くない？なんかもうリップ塗ってる姿がお姉さんに見えません？本当にテンション上がってる、髪が伸びて、やばい。でさっき帰ってきて弟がいたから、どうって言って見せたのしたら、あ、お前のが良かったなって言われてえーと思って、そう、まあ、見慣れてないだけじゃないってママが言ってたけど、まあね、うちの子にはね、女の子にどうって聞かれたら、とりあえず可愛いって言っとくのよっていう教育をしていきたいと思います。3位、あ、やばい、3位、嬉しい。え、やった、3位、ありがとうございます。やった、嬉しい。じゃあ8並んでるってこと、上から順に。なぎゆりなあやねってこと？すごい、仲良し3人組じゃん、嬉しい。今来た黒髪、そう、黒髪、そしてロング、黒髪ロングです。よろしくお願いします。いや、このままね3位で勝ち抜けられたら一番いいですね。うん、若返りました。本当？嬉しい、やった。
待って、誰？大西さんまだ配信してないからね。大西もいるのか。まあ3位に入ればいいんですよ。ロングになったらお姉さんになったのがよりわかる。ああ確かに。そうだね。やっぱ昔の顔とはさ、やっぱ違うからさ、大人になって。そうだから、そうだよね。それもあってなんか違く見えるといいな。私昔はさ、前髪ノリみたいだったじゃん。そう、でもノリ前髪じゃないっていうところがね、やっぱり、いや最近の技術ですね。ドラマに出てそう。どういうこと？どういうこと？1位狙いましょう。いや狙ってますよ、もちろん。1位狙いです。こんばんは、こんばんは。綺麗なお姉さん感。おお嬉しい。綺麗なお姉さん。ほんと、つばきちゃん思い出しました。あ、つばきちゃんね、懐かしい。つばきちゃんね、弟くんもエクステつけないの？なんか今妹もエクステつけてて、私も今日エクステしたんですよ。そう、はるくん、はるくん弟ね、パパにつけてあげたらいいのにって。確かにパパにつけてあげたらいいのにって思う。黒髪ロングでお久しぶりです。お久しぶりです。そう、パパはでもパパはエクステつける髪がないかもしれない。まず、久しぶりのロングヘア。そう、久々のロングヘアです。よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。強力に可愛い。本当？強力に。あと5分ぐらい。やん。ちょっとね、 iPad のね位置をねちゃんと調整しないと。次までに調整できるかな？できるといいな。まあ、というわけで次の配信時間テロップに出すのがいいかも。じゃあテロップに次の配信時間を書きます。次の配信時間は
いや、ああ。なんかすごい、何これ。次は19時19時5分からです。05からです。お願いします。というわけで、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。あと4分なので、ツイートまだビスになってる。マジか。ちょ、変えるわ。とりあえずランキングを読みたいと思います。13位イオンさん、12位わたあめさん、11位 YSA73 あとみんな一緒に頑張ろう、あやねちゃん必勝さん、ありがとうございます。10位マンジョン万次郎さん、9位ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、8位やすさん、7位スイカあやね大福さん、6位ヒゲダンあやね大福さん、5位和田ちゃんあやね大福さん、4位のりあやね大福さん、3位くまくまちゃんあやね大福さん、2位夏目あやね大福さん、1位お父さん埼玉さんです。ありがとうございます。なんかすごい、みんな普段は7レンジャーなのに多分あやね大福つけてくれたりね、みんなありがとうございます。あやね大福嬉しい。じゃあそれでは次は7時5分からします。あと3分ある。これもじゃあ3分あるので、まあ、というわけでサプライズでした。次の枠でもちょっと発表がありますので、そちらもお楽しみに。そう、次の回でもちょっと発表がありますので、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。わおわおわお。また体重とか、体重なんていつでも言えるよ。体重はいつでも言うで。気になる気になる怖い怖い。イベント始まったばっかなのに怖いことは言わない。そう、お楽しみに。本当にお楽しみにって感じです。お楽しみに。わーい。結構ね、結構大きめかもしれない。大きめ、いや、ちっちゃいかもしれない。私にとっては大きい。はーいはーいわーい。そう、というわけで次も見てくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけでワクワクして、ワクワクしててください。そう、ワクワクして、私もワクワクしてます。というわけで、じゃああと30秒ぐらいかな、30秒ぐらいしたら終わりです。はーい、ワクワクドキドキ、ワクワク。よし、というわけで、3位ありがとうございます。ちょっとやっぱこの調子でいきたいな、ければなと思います。それでは続いてもよろしくお願いします。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。こんばんは。すごい、コメントがどこで、あれ、コメントはどこに出るの、あれ、さっき出てたのに、どういうこと、ん、コメントが出てこない。純粋にないだけ。そんなことはないはず。こんばんは。え、コメントが出てこないんだけど、どういうこと、どういうことやで。あ、出た、よかったよかったよかった、ありがとうございます。できました、ありがとうございます。こんばんは、よかったよかった、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。まあ、というわけで
じゃあ次の配信の時間、ちょっとプチ発表なので、ちょっとプチ発表、発表発表します。もういいかな、発表しちゃおう。別に大したことじゃないんですけど。それでは発表します。じゃん、 TikTok 始めました。イエーイ。わー、TikTok 始めました。というわけで今から Twitter にリンクを貼るので、そこから見てください。今から Twitter に公開します。フォローといいねとコメント、よろしくお願いします。初心者、よし、ツイートしたよ。あ、みんなそこから飛んでくれ。ツイートしました。さっき撮った TikTok さっき撮った、もうねすでに投稿してあるんですよ。ツイッターない人はあのひらがなで高橋スペースあやねってやると出てきます。この子できてんのかな、わからんち。お、すごい、お、すごい、一気にフォローとかが来た、嬉しい。わーい、やった、合ってんのこれ、わかんないこれでいいのか、 TikTok 流行ってるの教えてってください。なんか一番簡単そうな、簡単そうで可愛いやつをやってみました。どう、どう、というわけでプチ発表はプチ発表はTikTok 始めましたでした。イエーイ。ぜひみんなコメントとかいいねとか、なんだっけ、シェア、わかんないけど、そういうのをよろしくお願いします。めちゃくちゃ重大発表、本当？そう、私の中では大きかったんだけど、重大発表なんだけど、そう、光がなんとかだ夏っていう感じの音源。あ、てかさ、そのさ漫画さめっちゃ面白くない？買っちゃった。最後の表情かわいい、本当？よかった。なんかだから早く流行ってるのとかやってほしいのとかあったらよろしくお願いします。であと TikTok にインスタと Twitter のアカウントをあのプロフィールに入りたいんだけどそれが分かんなくて、あ、公式でも発表される、なんかマネージャーさんがあのハマ
とサヤリンの舞台今から見るんだって。だからその舞台見終わったら発表するねって言ってた。そうだから一足先に公開しました。そう本当に TikTok さ見てはいたんだけど本当に分からんくて、そのやる側のあれが、そうだから本当に間違ってたりしたらちょっと言ってください。TikTok 楽しみ。いやもうね載せてるんよ TikTok、 もう載せてるんよ。みんないっぱいいいねとかコメントかしてバズらせてね。私も頑張ります。分からん合ってんのかな。え一応さなんかショートカットの時に撮ったやつも一個あるの、同じ音源なんだけど。あお父さんありがとうございます。くまちゃんタワーありがとうございます。お父さんよいしょ、あありがとう。今アプリ入れてる、頑張れ頑張れ。 TikTok を知らないみんな頑張れ。これはでもどうやってやるの。じゃあその髪短い時のやつも打ち上げとこうかな。同じ音源なんだけど、これはもう本当にこれはなんか一昨日ぐらいに撮ったのかな、分からんけど。ショート時代のもあります。基本はショートカットです。じゃあもう一個投稿するね今から。いいですか、もう一個投稿するよ。これ動画投稿誰でも、じゃあちょっと投稿します。行くぜ投稿するぜ。いい？あすごいコメントが全然。タワーをくれた方がもっといるはずいるんですが、それがちょっと出てこない。その間にみんなは TikTok 見ててね。あ、夏目さん、夏目さん、ゆうたさん、よいしょ、夏目さん、ゆうたさん、あと一人は誰だ。夏目さん、ゆうたさん、夏目さん、すめさん、すめさん、はい、ゆうた、ゆうたくん、よいしょ、よいしょ、太郎左衛門、太郎左衛門、いかさん、すいかさん、なんか、えい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 。更新されちまった。あとは誰ですか、スイカさん、3位の方、3位の方、あ YSA73 さん、信じるで、あとスイカさん、太郎左衛門、
あ、スイカさん、オッケー、スイカさん、スイカさん、スイカさん、江川さん、江川さん、本当？よいしょ、えい。じゃあ江川のおじさま、江川のおじさまね。じゃあ後で自己申告してくれると嬉しいな。じゃあというわけで、じゃあ行くで、もう一個投稿するで、行きまーす、せーの、投稿した、よし、じゃあよろしくお願いします。いやー、いっぱいいいねがつくといいな。よー、いやー、みんなお星様とかカウントとかありがとうございます。もちろんね、たくさんのギフトもありがとうございます。にゃんにゃーん、にゃんにゃーん、にゃんにゃーん、にゃーん。じゃあみんなは夕飯何食べるのかな。一日はね、ドリアって言ってた。あ、すごい、ショートの髪がちょっと出てきた。そう、 TikTok2 つも投稿したのでぜひ見てください。見てね。なんかセリちゃんがいっぱい言ってるから、セリちゃんを見て学ぼう。よし、じゃあみんなお願いします。いいねいっぱいしてね。天ぷらいいね。水炊きとカプレーゼ、おお、カップラーメン、お寿司。こんばんは。発表間に合った？発表は TikTok 始めましたって感じです。発表は TikTok 始めましたでした。フォローしてツイートもしといた。お、ありがとうございます。始めました。始めました。髪型かわいいです。ありがとうございます。お兄ちゃん夕飯食べるの時間厳しくない？え、これが終わったらダッシュで食べたいと思います。
ハッシュタグ高橋あねで見てくれますか？見るよ。みんなハッシュタグとかね、なんかいろいろ私より詳しい人が多そうだから。こんばんは、こんばんは。なんかすごい TikTok。すごい。おもろい。TikTok おもろい。おお。なんでね、イベントと TikTok も並行して、TikTok で見つけてくれた方がショールームでも応援してくれてみたいな感じになったらいいなと思います。いや本当に TikTok さ、わかんないからみんな流行ってるやつ教えてください。なんかこの子のこれが可愛いよとかあったらお願いします。もう2つあれなので、2つ投稿したのでぜひぜひお願いします。あ、ミルなんとか、ミルテンちゃん、はじめましてってやつだよね。あれもいいですね。ずっと TikTok 見ちゃうな。メントスコーラはやらない。私メントス好きだからメントスをそんなもったいない使い方しないもん。メントスはちゃんと1から100まで食べるから。今までは見る専門だった。そう、今までね見る専門でした。あ、なんかすごいみんな可愛いなと思って見てたの。ルン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 。まあこのイベントをね通してね、なんか TikTok も始めようって決意できたし、せっかくだから髪も伸ばそうって決意できたし、なんかやっぱ参加してよかったなって思います。なんかうん、やっぱりイベントね、イベントによっていろんなものがこう決断できたからよかったなと思いました。素晴らしい、素晴らしい。でもなんか髪が伸びたのが本当に嬉しくて、なんかずっとニコニコしちゃう。コスプレしよう、コスプレするよ。TikTok で見て改めて感じたけどチーム K なんだよ。そうだよ。AKB48、チームメイトとチーム K の高橋あねですって書いといたプロフィールに。そう、みんながどうしたら喜んでくれるかなというか、そんな喜ばせられるというのはおこがましいんですけども、なんか前々から言って
てってみんなも始めてほしいみたいなコメントも結構してくれてたからそう嬉しいでしょ。そうね、始めようとは思ってたんだけどやっぱりちょっと決断ができなくてきっかけがねなくて、だからこれを機にねこう始められてよかったなと思います。髪いきなりそんな伸びたの？そんなわけないやろ。エクステア。なんか画質悪くなるんだね TikTok って。どうすりゃいいんだ。まあこれから勉強ですね。あねちゃんの TikTok アカウントはひらがなで高橋スペースあやねです。ややこしくてごめんなさい。普通にユーザー名は小文字で高橋アンダーバーあやねです。全力を尽くして力を入れた髪が長くなるスタイル。そうイベントで気合い入れようと思って全力出したら髪伸びました。やっぱ気持ちの問題だよね。うん、気持ちで髪伸びるからみんなも頑張ってこう。漢字で調べたら高橋屋にいっぱいいた。あ、そうなんだ。パパに伝えてあげて。パパはもう無理かも。こんばんは。こんばんは。TikTok の写真がなかったよ。あ、あれかプロフィール写真？あ、プロフィール写真ね。プロフィール写真ね。進まなきゃね。何しようかな、プロフィール写真。とりあえずこの間の4公演のウィンブルドンにでもしとくか。ちょっと違うな。雫公園のやつにしよう。どこだっけ。50カウント完了です。ありがとうございます。
何しよっかな。あ、これにしよう。しーちゃんからもらったくったり猫にするわ。よし、とりあえず猫ちゃんにしといた。あ、じゃああと5分なので、ランキングを読んでいきたいと思います。それでは読んでいきます。13位安部さん、12位のりあやね大福さん、11位キッシーあやね大福、きっかいさん、10位ジョン万次郎さん、9位 YSN73、 TikTok ちょうどロング間に合ったさん、8位やすさん、7位ごめん先生さん、6位わたあめさん、5位くまくまちゃんあやね大福さん、4位お父さんあやね大福さん、3位が太郎左衛門あやね大福さん2位ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、1位夏目あやね大福さんです。ありがとうございます。というわけで、続いての配信は書くね。続いての配信は20時10分からです。よろしくお願いします。よいしょ。よし、というわけで、じゃあ私もね、速攻でダッシュでご飯食べてきます。髪の毛伸びた記念にユーザーネーム考えてください。たく5分ずつずれていくのね。そう、5分ずつずれていきます。イエイ。よし、というわけで続いては8時10分からです。お、あと1分ぐらい。じゃあみんな TikTok 広めてくださいね。にょ。というわけで、それでは終わりにしたいと思います。バイバーイ、ありがとう、バイバーイ、また後で。お、いや、あ、こんばんは。よいしょ。こんばんは。どうも、こんばんは。やっほー、こんばんは。お、江川太郎左衛門さん、スイカさんじゃん。ありがとうございます。なるほどね、そういうことね。江川太郎左衛門、江川太郎左衛門さん、よいしょ、ペイ。よし、ちょっとここではお、やすさん、ありがとうございます。やっさん、こんばんは。あ、皆さん、ちなみに
ギフトの中のどっかに、なんだっけ、どこに入ってるんだっけ、レインボースター、レインボースター入ってるので、ぜひレインボースターある方はレインボースターお願いします。そう、知らぬ間に入ってたりするからね、レインボースター。そうそうそう、次の時間書いとこう。次は19時、違う、21時15分です。こんばんは。ここでは、なんか作戦会議じゃないですけど、なんかやってほしいこととかもしあったら、聞きたいなと思って聞きたいんですけど、もしなんかある方いたらお願いします。コスプレとかはするんですけど、コスプレ配信とかそういうのはするんですけど、もぐもぐ、あ、ね、もぐもぐもね、確かに。もぐもぐ、もぐもぐね、占い、あ、占いはね、朝やろう。占いはもう、占いいいよね、あれ、いいもの見つけたよね、占い。よいしょ。カラオケ、カラオケ、確かにカラオケもいいね。カラオケ、もぐもぐ、占い、カラオケ、占いはね、やるんで、やるのよ、朝。よいしょ、カラオケはね、やろうね。よいしょ。お、お父さん、ありがとうございます。よいしょ、こっち。カラオケ、コスプレ、コスプレはするんよ。コスプレはちなみに、メイドと、あのハロウィンの時にやったチャイナがあるんだけど、そう、その2つはやろうかなと思ってます。ツインテール、ツインテールはね、ツインテールはもういっぱいやるよ。わかんないけど、ツインテールわからん。あ、2位な、ん、あ、違う、3位です。2位、あ、2位、あ、本当に2位だ、ありがとうございます。あ、2位だ、ありがとう、嬉しい、2位だ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、やった、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとう。あ、ピアノ配信、ピアノ配信、ピアノ、おすすめ漫画、漫画不況、あ、いいね、おすすめ漫画とかもいいね。なんかみんな今まで私がやったやつをちゃんと言ってくれて嬉しい。おすすめ漫画紹介。こんばんは、こんばんは。コスプレ配信、そう、コスプレはするの。メイドとチャイナはやる予定だから、そう、それ以外だとなんかあるかなっていう。こんばんは。ちょっと今字汚いけど、今こんな感じ。あやてつはね、やんないよ。あやてつは愛媛限定。セーラー服、あー、セーラー服ね、制服系ね、制服、なるほどなるほど。料理配信、あだ名付け、あ、いいね、料理配信、料理、あだなつけ、お絵かき、お絵かき、
あとドボンもしよう、ドボン。TikTok 映像撮ってるの配信、あ、 TikTok 撮ってる配信一人ファッションショー、あ、ファッションショーね、ファッションショーもいいね、ファッションショー、こんばんは。クイズなぞなぞ大会、なるほど、クイズなぞなぞ、謎解きとか好きだから謎解きとかいいかもね。あやとりコラボ、コラボ配信、メンバーとコラボ配信、こんばんは、こんばんは、こんばんは。弟くん小学校卒業おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、みんないっぱい意見言ってくれた、ありがとう。弟と話してみたり、あ、いいね。確かに弟ちょうど春休みだし出てくれるかな。思春期だからな、出てくれないかも。こんばんは。メイク、あ、メイクもね、メイクもいいか、メイク、はいはい。じゃあ突然ですが今からツインテールしたいと思います。あれ、櫛どっか行っちゃった、ん、あれ、あった、ピアノ、あ、ピアノをね書いたよ。あやちゃんが食べる、食べず嫌い配信、食べず嫌い配信、あ、すごい、自分の地毛が見えちゃう。なんかこんな長いの久しぶりだからちょっと戸惑っちゃうわ。こんばんは。てかさ、前回さ、ひろゆきさんにさ、なんかひろゆきさんのツイッターにさ、なんか一つあの希望のツイートしてあげますよみたいなさ、そのなんかテレ東番組の特典みたいのがあったんだけどさ、ちょっとあれ良かったなってちょっと思い出した。久々すぎる、信じられない。ツインテールってこんな感じだったっけ。よいしょ、どう若い、僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎてキュンセス、なんて二つに結んだの、大人たちは、男たちは、首、あ、ゆうたさん、ゆうたさん、タワーありがとう。首だけ、でい、こんばんは、こんばんは。
押せる、本当は押して、押しちゃえ押しちゃえ。でもやっぱ時計がちょっと、ちょ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 、ツインテールでした。なんか久しぶり、久しぶりです。なんか、夏い、夏いね。でもあの頃はさ、ここの髪の毛を出すとかさ、なんかそういうおしゃれなことはさなかったのよ、その時代は。今はなんかツインテールもおしゃれになったよね。あ、すごい久々にしたわ。どうですか、ロング時代を知ってる皆さん、お久しぶりです。何年ぶり、4年ぶり4、5年ぶりじゃない、こんなロングなのはね。ちょっとここのね、ぴょんぴょんが気になる。もう見慣れた？見慣れました？ツインテー切った時はショックだったけど、今では短いのに慣れてる。わかる、そうなのよ、みんなそうなの、みんなそうやって言う。こんばんは、こんばんは。いやー、おもろい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。中学時代を思い出す。メンバー知ってるの？わかんない。 TikTok とか見てくれた子は知ってるんじゃない？でもユーナに言った。ユーナにエクステしてくるわって。ご飯食べれたんですか？まだ食べてないのよ、実は。おせんべいだけ食べてきた。中空いてないの？なんかでも、まだ8時だしなみたいな。さっきはるぴょんがえりちゃんの配信見てました。おお、ほんと？じゃあはるぴょん知ってるん。ちなみに明日のスケジュールは、あのビスイベントの時にやってたのとほぼ変わんないと思う。朝やって、でお昼前に1回やって、お昼3時6時7時8時9時10みたいなぐらいかな。また発表しますが、スケジュールはちゃんと後ほど。
本気やん、本気や、本気やで。前回のスケジュールよくできてたものね。そう、前回のスケジュールよくできてたよね。1位目指して、そう、1位目指して。身体測定、あ、身体測定、身体測定って需要あるの？一応身体測定もね、やっていきましょう。まあ、前回とどう変わってるかね。いや、緊張するわ。いや、でもちょっと愛媛でちょっと引き締まったかなって思うの。ちょっとね、うん。じゃあ身体測定しますか。怖何キロだろう、何キロだろう。最近測ってないからな。目と目の間が狭まってたりして、本当？そうなってるかな。前回38キロだったっぽい。ああ、マジで？やだな。じゃあ体重は非公開にしよう。それより痩せてないとやだもん。髪伸びたの？そう、髪伸びた、髪伸びました。よろしくお願いします。目と目の間4センチ。あ、それは変わってないかもな。前回よりも軽かったら教えて。わかった。こんばんは、こんばんは。でもなんか前回のイベントはなんかそのもう一日何枠もやるっていうのを初めてやる初めてだったから、すごいもう焦りまくったり、なんかこういろいろ慣れないことがいっぱいだったんだけど、なんか今回は前回のイベントをやったせいか、なんかそのある程度やり方は分かってるし、その時間の決め方とかもなんか理解できてるから、なんか前回よりね、なんか気持ちが軽い気がする。わかんないけど なんか全然体力的に軽くなった気がする。やっぱりね、初めてのやつって結構カロリー使うもんね。そうだから今すごいね、全然なんかめっちゃ元気だなと思った。まあ1日目って感じだからそうだけど、1日目だから当たり前だけど、なんかすごい、あ、でも前回経験しといてよかったのかなって思った。
すみくるさん、すみくるいさん、群マニア、マリアちゃん、すみ、ルイクルさん、群マニア、こんばんは。今来たんだけど、今ってもしかして2017 2022年なんですよ。2017か。2017年だったね、これは。ロップが21時15分になってるのはなぜ？次の配信が21時15分からってことです。ツインテ、そう、ツインテ、ほら、そう、TikTok ついちゃった。ツインテールの感想、ツインテールの感想、久しぶりって感じ。スクショしてもいい？もうどうぞ、スクショはいつでもしていいんですよ。向いてるとまつげかわいい。あ、まつげ、そう、まつげね、まつげはいいですよね。最近やっちまった出来事、なんだろう、やっちまった出来事、なんだろう、始まった出来事。あ、でもなんかご飯、気づいたらなんかトマトのスープがこぼれてて服に、そう、その時はやっちまったなって思った。こんばんは。
危な危な。こんばんは。3分前？あれこれ40分から40分までだっけ？あ、これ40分までか。あ、あと3分じゃん。ランキング読みまーしゅ。13位 YSA73 さん、12位くまくまちゃんあやね大福さん、11位わたあめさん、10位のりあやね大福さん、9位とわさん、8位よしさん、7位なつめあやね大福さん、6位なべ公式さん、5位ルイクル？ルイクルアットグンマニアさん、4位ユスさん、3位お父さん、あやね大福さん、2位あやねゆうたちゃん、あ、違う、間違えた、ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、1位江川太郎左衛門あやね大福さんです。ありがとうございます。間違えちゃった。ありがとうございます。ご飯食べてね。ご飯食べる。TikTok フォローしました。ありがとうございます。TikTok ね。TikTok いっぱいいいねつくといいな。TikTok 頑張れ。頑張れ TikTok。私の TikTok 頑張れ。よし、じゃあそろそろ終わりにしようかな。続いての配信は21時15分です。よろしくお願いします。ではまた後で。バイバーイ。またねー。またお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。ありがとう。こんばんは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 。スイカさん、榎本武明、あ、舞踊ね、舞踊さんね。ちょっと待ってね、榎本武明さんね。方方、ありがとうございます。榎本武明さん、長崎翔太さんのツイッターが面白かったよ。榎本武明です。ありがとうございます。竹蔵もいる。竹蔵、竹蔵さんすごい。ジョンマイ、ジョンマイラブがいる。よいしょ。お、
黒髪ロング馴染んできた。本当？見慣れてきた？見慣れてきたかな。50大福完了、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。お、お父さんありがとうございます。お父さん、お父さん、てい、よいしょ。ツインテ終わり。ツインテ、じゃあもう一回しようか。ツインテ、ツインテ、ツインテール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 。よし、よし。どや、どやどや。いい感じかにゃ。TikTok で可愛いなと思って今日初めてアニちゃんに出会いました。え、すごい、 TikTok からの、 TikTok からの方がいらっしゃいました。こんにちは、TikTok 初心者です。よろしくお願いします。お、ゆうたさん。ゆうたさんもタワーありがとうございます。さっき、ゆうたちゃん、あやね大好きみたいな、あやねちゃんみたいなね、ゆうたさん、よいしょ、はい、はい、よいしょ。いやね、もう少しでこの赤がもうちょっとでなくなるんですけど、次はまだまだ薄ピンクが残っております。ピンク、ピンク、でも TikTok のさ、あの音源流行ってるやつってさ、耳に残るよね。そう、すごい TikTok ってすごいね、耳に残る、ことをっていうか、あれを知っててすごいなと思います。ふんわかるね、すごい耳に残るよね。あ、次の時間書いとかなきゃ。次は22時20分
10分かな。フォローします、お願いします。ご飯食べる、あ、ご飯食べました。ご飯はドリアとサラダとスープでした。美味しかった。美味しかったよ。最近はタイミングってやつね。あれはねちょっとできるよ。やるわ。結構ちゃんと食べれた。そう、結構ちゃんと食べました。ギャル、あ、ギャルね。なんかすごい公演の時やってた。みんな今度ポニーテールもやってほしいね。ポニーテールもねやりたい。こんばんは、こんばんは。大西軍出てきたん。あ、大西軍がついに出てきたんですね。こえー、大西軍こえー。オンチラルも知ってるのかな。なぎあやねちゃん、大竹さん、ぎょうちゃん、大西のぎょうちゃん、大竹さん、大竹さんね。大西はあやちゃん呼び、最近あやちゃんかも。高橋ってずっと呼ばれてて、最近あやちゃんかもしれない。怖いよ、すぐ来るよ大西なんか。すぐ大西なんかに来るよ、怖いよ。こんばんは、こんばんは。七瀬があやねちゃんにリップしてる。本当？どれ？ツイッター？まだ始まったばかりだから焦らず行こう。それな。あ、髪の毛何だってなぜ。かわいい、嬉しい。へへへ。こんばんは、こんばんは。どこまで地毛？あのボブだったところまで地毛。こちらには高橋軍が、そう、こっちはね高橋軍がいるから大丈夫。負けないで。大福軍かわいい、かわいいね大福軍は。こんばんは。
こんばんは。大西軍が進行してきた。負けないど、負けないど。大西軍と大福軍が並ぶと漢字似てるね。漢字似てるわ。もちもちしてそう、大福軍ね。大福の軍隊でしょ、かわいい。大福の軍団でしょ、かわいいね。あ、ひらがなにしたらいい感じ、確かに。言いまして、お、すみ、すみくる群マニアさん、この読み方教えて。誰か、何、何くるさん、何教、何くるさん。何、何、なんて読むの。こんばんは。誰か読み方教えてくれ。何、何くるさん。僕、あ、僕十三、僕、僕、まあ、いや、漢字で書いとこう。黒に土ね。よし。よいしょ、よいしょ。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。ほっ、グンマニア、グンマニアさん、グンマニア。そう、マリアもさっきロング懐かしいって来た。そうね、そう、めっちゃめっちゃ懐かしいよね、本当に。でももう9時半なんだ。みんなラプンツェルだよ今日。ラプンツェル大好き。ラプンツェルは、ラプンツェルいいよね。カエルさん、カエルじゃない、あれカメレオンなんだよ。なんだっけ、パスカルだっけ名前。なんかパスカルみたいな名前だった気がする。4月3日もロングで出るの。そうだね、4月3日までには取らないから、そう、このまま出るかな。大西開始10分でもう3位。3位、やば、3位つら、やだ、嘘嘘、もうダメだダメだダメだ。50あやね大福、ごちそうさま、ありがとうございます。カメレオンだよ、あの緑のやつは。そう、大西軍がそこまで来てますね。まあ、私たちは私たちで頑張っていきましょう。こんばんは。こんばんは。それ
な、それな、それな。こんばんは。こんばんは、こんばんは。次は10時台と10時台と11時台か。大福好きなんですか？そう、大福っていうか、そういちご大福が好きで、そう、私のファンの人、ファンの方の名称、名前をあやね大福って言うんですよ。そう、だからみんな名前の後ろにあやね大福ってついてる方とかもいてくれるんですけど、それはそう、あやねがいちご大福が好きで、そう、じゃあ大福にしよう、みんなのことっていう感じでね、決まったんだよね。あやねお寿司でもよかったかも。あ、お寿司より大福の方が可愛い、可愛いな。可愛さ重視で、可愛さを取ったら大福になりました。大福、そう、でも最近いちご大福食べれてないな。食べたいな、いちご大福。いくらちゃん、いくらちゃん、いくらちゃん、いちご以外のフルーツ大福も好き。あ、なんかね、でもみかん大福しか食べたことないんだけど、あ、でも食べたことあるわ。パイナップルとか桃とか、え、美味しい、めっちゃ美味しい。だからフルーツ大福好きなんだと思う。まあでもやっぱいちごがね、一番美味しい、美味しいというか一番いちごがいいかなってそう思って。でもやっぱちょっとみかん大福がね、そう、ちょっと最近来てるよなーって感じ。すわま、あ、すわまね、すわま大好き。すわまいいよね。すわまが一番いい、一番いいとかじゃなくて、すわまっていつでもいいやつだよね。いつでも食べれるやつ。フルーツ大福専門店に行ったことないんですよ。行ってみたい。なんか差し入れとかでいただいたやつは食べたことあるんですけど、やっぱちょっと自分でね、行ってみたいよね。白桃大福、キウイ、ああいいね。白桃もキウイも絶対美味しい。てか可愛いね、後ろの壁。やっぱハートにして正解だったわ。
愛媛はキウイの名産地。え、そうなの？みかんじゃなくて？キウイも名産なの？すごっ。みかんじゃないんだ。みかんも？みかんもキウイもってこと？すげえな、愛媛。愛媛行くことあるのかな？次。もう、わかんないけど。愛媛なんか、愛媛すごい、なんか夢みたいじゃない？なんか夢みたいだった。なんか今思うと本当かなって感じ。お、ひまやねさんありがとうございます。ひまやねさん、ひまやねさんありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、おいしょ、ねん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 ルンバは夢の国から来てるんだね。あ、そうかもね。ニキ千秋楽行かないのかな。うーん、4月3日だからね。あ、やばい、大西くんが攻めてきた。あ、やばい、抜かされるか、抜かされるのか。え、大西1位あるんじゃない、この数分で。でも正直さ、ショールームの女王じゃん、大西は。なんかもうショールームの人じゃん。そんな人がやって1位にならないわけないよね、逆に。うん、そうだね。なんかあれだよね、水中戦で大西だけ魚人族みたいな気持ち。そう、まあ私たちは私たちで頑張っていきましょう。そうだからね、チートだと思うんだよね。シード枠とか作った方がいいと思う。うん、なんで大西が急にショールームイベントに参加しだしたのかね、分からんけど珍しいよね。慌てないね。あ、42分。じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位ネバーストップ、ピョンズだけど、ちょっと待ってね、ピョンズだけど星空を君に、ありがとうございます。12三井さん、11安兵衛さん、10位 YSA73 さん、9位安さん、8位ノリあやね大福さん、7位鍋公式さん、6位夏目あやね大福さん、5位、すみ、なんだ、なんて言ったっけさっき、僕京さん、群マニアさん、4位ゆうたあやねちゃんのことが大好きですさん、3位お父さんあやね大福群さん、2位竹蔵さん、1位獲物根本竹明です。あやね大福さんありがとうございます。
事務所から出るように言われたらしい。それもそういうこともあるんだね。ショールームと書いて大西と読む。そうなのよ、もう本当にそれ。いやーそうね、本当にショールームを支えてきたのは大西さんだからね。本当に尊敬、尊敬よね。もう別次元だもんね。うん、ショールームに関して化け物なんてなんかすごい、なんかなんて言うんだろう、モンスター、わかんない、なんて言えばいいのかわかんないけど、とにかくショールームお化けってこと。ショールームのすごい人ってこと。そうです。はい、あ、3位になった。はい、ありがとうございます。大西さん1位。あ、怖怖すぎる、やばい、無理、怖いや、そこまで来るともうもはや面白いのよ。おい、なぎちゃんを抜くなすごいな。いや、さすが運営、さすがショールームの、ショールーム、もうそう、話長くなっちゃうわ。まあとにかくね、大西さんはすごい人なんだっていうことをね、みんな分かってください。ということで、それではバイバーイ次は10時20分からです。またねー、バイバーイ、バイバーイ。こんばんはこんばんは、こんばんは。明日のスケジュールを考えておりました。ちょっと考え、明日のスケジュールを考えるで、これでどうかちょっとみんなにも見てほしい。ちょっと、とりあえずね、午前中、あ、ゆうたさん、くまたはありがとうございます。ゆうたさん、とりあえず、じゃあ朝は7時半で、3周って星3周って25分ぐらいでいけるんでしたっけ。やっほーいけます。お、じゃあいけるのですね。は、どうしようかな。で、この時点で何分あるんだろう。ちょっと待ってね、今考え中です25分でしょ、でこれが20分でしょ、でこれが30分、30分、これ30分、まあいいか、30分、20分、あれ、ペンが出なくなっちゃった、よいしょ、20、30。
20、25、50、50、50、120、今120で60だから、60、20分を3回やればいいのか。あとは8時、じゃあ21時、23時、これ20、20、20で1、2、3、4、5、5、20、いいのか、ん？あ、ここを、ん？ん？ここはどうしよう。お昼と夜ってどっちがいいんだろう。あ、でも明日祝日か。今こんな感じなんですけど。1、2、3、4、5、6、7、8、8、今こんな感じなんですよ。だから土曜日であれ仕事の人は仕事だしなという、そういつもねその辺が難しい気持ちはあるんですけども、これどうですか、どう思います。すごい流れ星いっぱい、やった。どう思いますか。バランス良さそうね、良さそうじゃない。いつも一緒にやってくれてる方、よいしょパッと見いいんじゃない。そうパッと見良さそうじゃない。3時間空いてるとこが1、2、3、4、4つぐらいあるからいけると思うんだよね。お、せいかさん、シャワーありがとうございます。榎本竹明てか、舞踊さん人気だよね。翔太さんみんな好きじゃない。赤のハートがなくなりました。赤のハートがなくなったぞ。よ
しょ。じゃあ次は濃いピンクにしよう。薄ピンク、薄ピンク。2位になった。え、そうなの。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。すげえ、やった、ありがとう、嬉しい。あ、お父さんもありがとうございます。なんと次のあれに行きます。ハートに。よいしょよいしょよいしょ。すごいピンク混ざると可愛い。ありがとう、2位ありがとうございます。まあこれぐらい、こんなか。あ、やすさんありがとうございます。よいしょ。あと、よいしょ。あ、これでいいと思うのに。していきます。まずこちら朝ですね。朝なので、6時45分まで、6時45分までに、捨て干ししていただけると、ここで3周できたりします。最高で3周です。で、まあここは、まあ1時間、まあ、ここは1時間ぐらいしか空いてないので、2周、1か2週で、ここは3時間空くので3週できます。これは最高値なので、そうできる方は、あ、そう、寝る前にねやっていただけると、これはそう、これ寝る前にやっていただけると、朝早起きしなくてもこの時間に起きていただければあると思います。寝起き配信やる。あ、もう寝起きです。はい、私は朝めちゃくちゃ弱いんで、起きたらもう寝っ転がってやろうと思います。考えた、私は。そう、寝る前にそう星を満タンにしといて、そうで、捨て星を6時45分までにしといて、6時40までにね、6時40に捨て星、そうで、まあここ、そしてお昼の終わった後は、まあ、15時、まあ、3時間空いてるんで3周できないこともないかもしれないんですけど、こっち、あ、どうしよう、これは20、これ25分にしようか。35で、でこれは40分にして、これで3周できると思います。で、ここも3時間空くので、ここでも3周できると思われます。まあ、ここはないので2周できますね。ここも2周ですね。まあ、ここも2周かな。まあ、この間にお風呂に入れたらお風呂に入ろうと思います。こんな感じです。どうでしょう、どうですか、明日のスケジュール。こんな感じで、まあここをね最高、まあ全部できる、全部うまくいったら35、81、14、16、18、20、まあ、合計20回星が投げれるということですね。最大値のとても素晴らしいと思います。あ、スミグルさん、もうスミグルさんって呼ぶね。
スミグルさんありがとうございます。よいしょ。というわけで、スミグルさん、スミグルさんじゃないの？何さんなの？こんばんは。というわけで明日はこちらのスケジュールでやるのでよろしくお願いします。ピンポン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 。了解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 。いや我ながらいいスケジュールだと思うわ。8回できるし、夜しか来れないかも。全然いい全然いい。でも来れる時に来れる時に来ていただければ、そう、ぜひぜひ来れるときにたくさん応援してくれたら本当にありがとうございます。3位以内に入った時の公約、あ、確かに公約か、公約ね、何にしようかな。公約何がいいですか？公約何がいいんやろ。こんばんは、こんばんは。質問コーナーをする。質問コーナーでいいの？公約？前回作ったケーキですかね。あー、ケーキはね作ろうと思う。グラビアいいね。いやグラビアはやりたいって言ってできるもんじゃないからね。運営さんにお願いしてください。歌を歌う、歌を歌う。みーちゃん一緒に頑張ろう、頑張ろう。ありがとう、頑張ろう。嬉しい、頑張ります。なんだろう、公約なし、グラビア以外なし。ケーキはね作るんですよ、ケーキは。なんだろうね、公約は何が、公約って何がいいんだろう。高めツイン、高めツインでいいんですか？そんなんで良いんですか？高めツイン、もう私は全然高めツインでいいのなら全然高めツインで。イベントとは別で1週間ぐらい配信する。ああそうだね、
確かにイベントが終わっても2週間毎日アイドルするっていう公約、それもいいね。ピアノ、毎日アイドルかな、公約は。期間限定で、3位以内で、1ヶ月毎日アイドル、毎日アイドルにしようかな。1ヶ月ぐらい頑張る。1ヶ月3位以内になったら、なんと全くショールームを全然やらない私が1ヶ月毎日アイドルをします。3位以内に入れたら一大事だ。やばい、できるかなやります大丈夫って言われてるけど大丈夫だよ。そう、私はショールーム苦手っていうの分かってるんですよ。だからやっぱイベントとかでこうバッてやらないとなかなかやらないので、やっぱね。でもやっぱこういう公約があれば頑張れるし、自分も覚悟を決めてね。はい、もうこれは決定で、3位以内に入ったら1ヶ月毎日アイドルします。ケーキとね、ケーキと毎日アイドル。ケーキは毎日作んないけどそう、私にとったら1ヶ月毎日アイドルは結構すごい。いや、みんな1000日とかさ、やってる子はさ、本当にすごい。だから本当にすごいと思う。尊敬する。そう。でもみんながそれで驚いてくれるぐらいなら、いや、じゃあこれにしましょう。これにします。みんながそんなに驚いてくれることは思ってなかったから。やっぱ1年とか続けてる子がさ、いっぱいいるわけじゃん。まあ、でも私にとっては1ヶ月すごい、すごいと思う。というわけで
こんな感じです。お願いします。次の時間のお知らせ、あ、そうだそうだ、次の配信が、最後の枠になります。23時何分だっけ、25分から、よいしょ。僕なら5分しかできんから立派だ。いやでも考えてよ、私とお話し会に来たいって思ってくれてる人だったら、私とお話し会してるっていう気持ちになったら5分以上できそうじゃない？そう、だから私もみんなとお話し会してるみたいな気持ちで1ヶ月やったら全然いけると思う。最近ハマってる顔、というわけで1ヶ月毎日みんなとお話し会するためにも3位以内に頑張って入りましょう。よろしくお願いします。イエーイ。あ、46分、やばいやばい、あれ50分までだよね。あ、オッケーオッケー頑張ろう、無理、よし、じゃあランキング読みます。13位はゆせ73さん、12位さっさまーやんずさん、11位のりあやね大福さん、10位たけぞうさん、9位くまくまちゃんあやね大福さん、8位なべこうしきさん、7位ブライドミヤミフさん、6位夏目あやね大福さん、6位すみぐるアットグンマニアさん、4位ゆうとあにちゃんのことが大好きですさん、3位お父さんあやね大福、お父さんあやね大福くんさん、3位あ違う3位2位やすさん、1位のもとたきあきです、あやね大福さんです。皆さんありがとうございます。よし、というわけで残り3分ですね。次の11時25なので、今日はね、まあ、初日はすごいいい初日だったんじゃないかなと思います。はい、今日から1週間よろしくお願いします。まあ、また今日はもう1個あるけど、あとツイッターとインスタも更新したので、あのロングヘアの写真をぜひいいねとかコメントとかよろしくお願いします。で、全然話変わるんだけど、お題リサイタル行きたい。お題リサイタル行きたいよ。前回行けなかった。行きたすぎて泣きそう。というわけで、インスタとツイッターよろしくお願いします。え、みんな実際どうなの、ロングは。え、どうなの、不評好評、どっちなんじゃ。ロングどうなの、
好評聞かお、よかった。みんな優しい。エモいよね。そう、重い、感慨深い。そう、でもあんまりコメントついてないからそんなに良くなかったのかなと思ってまあいいよね、大丈夫だよね。よし、ということで50分なのでバイバイ。また次のやつで会いましょう。バイバイ。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんちゃ。こんばんちゃ。こんばんは。ついに今日は最後の配信枠です。いやー、11時半か。みんなどうですか？眠いですか？あ、ゆうたさん。タワーありがとうございます。おや、私のペンがあった。3年ぶりぐらいに配信来ました。何？お、夏目さんもありがとう。お風呂入りましたか？まだ入ってないですよ。キクノと申します。あ、キクノちゃんもいた。キクノちゃん、しーちゃんとトーク元気かな。よいしょ、おキクちゃんが来てくれました。よいしょよいしょ。すごい、壁が可愛くなってる。なんかインスタ映えスポットみたいになってる。なるね。じゃあ今日はとりあえずこっちを見て、こっちは明日ちょっと埋めていこうかなと思います。うん、お父さんもありがとうございます。ダイヤマさんもありがとうございます。お、すごい。今ね、TikTok 流行ってるの調べてきたよ。そう、だから明日も新しいのが上げれることでしょう。ペルリから？ペルリ？ペルリ誰？あ、黒船のペルリ来た。ペルリとの交渉に、ペルリさん
ペロリひらがなにするとかわいい。声かわいい。あ、本当？ありがとうございます。嬉しい。ペルルの犬はどこですか？ペルルの犬はね、犬ではありませんのだよ。そう、声かわいいってなんかすごい嬉しいよね。全部かわゆい、かわゆい。50大福完了、ありがとうございます。ありがとうございます。50大福っていうのはイベント初めて参加していただく方にそう向けてなんですけど50大福50カウントは50回コメントしていただくとそれもポイントになるので、1から50を、あ、この人みたいに、たけいさんみたいに1から50を完投していただけると、そうお願いします。よろしくお願いします。そして皆さん、またまた言うんですけども、 SMS 認証ね、電話番号と認証しないと、ポイントが、ゼロになっちゃうので、ポイントが反映されなくなっちゃうので、ぜひ SMS 認証もショールームの設定のところからぜひぜひお願いしますふんふん50完了、ありがとうございます。とても大事な、とても大事な。 TikTok コメント少ないと落ち込んでたのでしてきました。いや、 TikTok のコメントはね、別に少なくない。どれが少ないか分かんないんだけど、まだ始めたばっかだから。そう、 Twitter とかね、インスタのやつね。そう、あ、意外とそう、ロングになったから、そう、意外と、あ、いつも通りだわと思って、そう、もっとみんなびっくりするかなって思ったの、したらそんなでもなくて、そう、あ、自意識過剰だったわって思った。こんばんは、こんばんは。とても可愛い、ありがとう。よいしょ。みんなショールーム見てるんよそう、それを思った。そう、あ、そうかなって思ったの。そう、だから、そう、あ、そうだわ、そうだわと思って。50大福 OK を、ありがとうございます。七七ちゃんが髪型褒めてた。ね、そう、褒めてくれた。嬉しい。星集めで精一杯。そうだよね。そう、そう思ったの、私気づいたよ。そう、だから大丈夫。50大福いただきました、お粗末様です。お、桜桜桜、ねむちねむち、ねむ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 、
ご注を届けありがとうございます。イベガンバ、ありがとう。朝頑張って起きてね。いや7時半でしょ、大丈夫だよ。7時半はね大丈夫よ。iPad ちゃん、いや初日からいい働きをしてくれて、 iPad ちゃんありがとう。今 iPad を慣れてます。ありがとう iPad ちゃん、みんなもありがとう。なでなで。50チリ、チリは違うんよ。ありがとうございます。明日はドボンとかもやろうね。ドボン配信とかもしようね。ツインテールかわいい。本当ツインテール楽ちんだからいいよね。後ろ桜みたいになってきたね。そう、桜の桜満開みたいにできたらいいなって思って。可愛い、やっぱピンク系可愛いね。前回は好きな水色にしたんだけど、やっぱ今回はハートだしピンクにしようと思って。ドボン当たったことない。いや多分これから毎日どっかでドボンはやる気がするから、そう1週間もやってれば当たるやろ多分。ハートちゃん、明日の1回目はツイッターとインスタに載せたので、ぜひ一日のスケジュールを見てください。じゃあね、明日の朝書いとこ。明日の朝は、明日は7時半から、よいしょ。ここで3周するためには、今日の夜このあと星を満タンにして、朝6時40分ぐらいに捨て星してくれると嬉しいなと思います。お願いします。次の TikTok の更新は明日です。ですね。アーニャピーナッツが好き。あ、それねセーブしといたよ。あれかわいいね、アーニャ。カウントするぜ、お願いします。高めツインテールを応募、みんながリクエストとあらば高めでも低めでも。私も高めツイン好きです。高め、
お、桜舞ってる、めっちゃ桜舞ってる。ポニーテール、ポニー、あ、ポニーテールね。ポニーテールも頑張る。ポニーテール。ハーフチームも、ハーフチームも頑張る。あ、わたあめさん、くまちゃんありがとうございます。わたあめさん、よいしょ。わー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 、お、TikTok で前後のツインテールを見ました。どういうこと？ここ、こういうこと？ここと後ろってこと？すごくない？すげえ。ルルトゥルトゥ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 。初日2位確保したそう。よっしゃー、2位です、ありがとうございます。お嬢あやね大福、ごちそうさま、ありがとうございます。おさまし様です。にぃすごい、ありがとうございます。にぃすごい嬉しい、やった、ありがとうございます。まあね、初日2位という順位はありがとうございます。まあ明日から1日目終わったのだと6日一緒に頑張っていきましょう。2周目とか回るとき1回抜けないとできないんですか？ちょっとわかんない。あ、そうね、その2周とか3周とかは1回星投げるじゃん。で、星投げたら星をもらえるのに、時間が経たないともらえないから捨て星っていうのをするのね。あの45分ぐらい前に。そうで1時間したら、星がまたもらえるの。で、ってことはこれ何分まで？ 55 分。この配信ちょっとでも分かんない人もねいるかと思うんですけども、まあ、3週の場合は前に捨てほしい。55分後ここで解除されます。星集めの解除がされます。星解除。そう、45分前に捨て星しといて配信が開始されて、でこの15分間の間に持ってる星を全部投げます。星を全部投げます。で星がなくなって集めに行かなきゃいけないんだけど、他のルームに行って集めなきゃいけないんだけど、その捨て星をしてないとこの15分経ってもうその1時間経たないと、この1時間がないと次の星集めに行けないから45分前に捨て星しとくって感じだね。そうで、まあ、40分前にしてもらうと、まあ、配信始まってから10分後に解除されるから、まあ、10分で全部星を投げて、その後他のルームで星集めして、
星集め、集めして、あれいいんだよね、合ってる、これ私合ってる合ってるかな、合ってると思う。そうで星集めして、でもこれが1周目でしょ、星集めしてこれ2周目でしょ、あれそしたら3周目はどうやってやるんだ、15分までに2周するのか、あそうだ15分までに2周するの、そうそうか、そういうことか、そう15分後までに2周しとくの、1回投げて星集めに行って、そう、ん？そういうことか。ペルリーメリケから来たけどさらによくわかる。15分後までに溜まってるのを投げてさらに99、そう15分後までに溜まってるやつを投げて、で星を集めに行ってもう一回投げて、そうってことはこの開始の時点で星満タンにしといかないといけないんですよね、星満タン、そうで、そうだね、でまた解除されていくから、すごいねこれ考えた人、まあ、とりあえず星を満タンにしといて、45分前、まあ50分前、50分前ぐらいに捨て星、他のルームに入って何もしないで、あ違う、捨て星って何ちなみに捨て星しないと2周目の星取ってから1時間待たないと解除されない、はじめの時は満タンで、2周目の星取ってから1時間待たないと解除されない、なるほど、むずい、だから捨て星しないと、捨て星って何ですか、あ捨て星まとめてくれてたわ確か、画像で、配信50分前に、とりあえず1時間50分前までに満タンにしておいて、で1時間経ったら星のもらえるのが解除されるから、そこで他のルームに入って、星をもらえるんだって、でも手持ちのやつは増えないから、もらえてるんだけどそれは表示されないっていうだけ、そう満タンだから星もらえても溢れちゃって結局もらえてないことになるから捨て星っていうんだって、うん、で配信開始と同時に星を全部投げて、でももう全部投げて、そうで星を集めに行って、それも全部投げて、それを10分から15分までにやっといて、そしたらまた解除され、捨て星から1時間経って解除されるから、また星集めに行って星をまた投げれるという。
ことですね。はい。下干しをしても輝きは消えない。あ、いいですね、いいこと言ってます。というわけなので、1時間50分前に星を満タンにしとく、で50分前に他のルームに入っとく、それだけ。これ考えた人どういうこと？これ考えたの社長？大西？大西が考えたん？これすごすぎん？まあ今日寝る前に貯めとくのがベタ。そうですね、みんな今日寝る前に星を満タンにしといて、明日の6時40分にそう起きて捨て星して、もうどこでもいいから他のルームに入って捨て星して、で私の配信を待つということですね。ということでした。種のルームに入ると下干しにならないから注意。種のルーム？フリーのルーム、あ、一般人の配信、へえ。あ、じゃあ他のアイドルさんとかに入ったらいいんですね。お、じゃあちょっと3分前なのでランキングを読んでいきたいと思います。難しいね、星最終。13位くまくまちゃんエネダイヒクさん、12位のりやエネダイヒクさん、11位エムタカさん、10位鍋公式さん、9位やすべえさん、8位やすさん、7位お父さんエネダイヒクさん、6位黒船のペルリさん、5位ダーヤマエネダイヒクさん、4位ゆうたあっとエネちゃんのことが大好きですさん、3位わたあめさん、2位夏目エネダイヒクさん、1位菊野と申しますエネダイヒクさん、ありがとうございます。ということで、また明日7時半にお会いしましょう。ね、明日からもまた激戦が繰り広げられると思いますが、私たちは私たちの楽しいショールームをしながら頑張っていきましょう。ね、みんなと一緒に頑張れたらいいと思います。はい、あと2分だね。2分あります。ぎょうちゃんのグラビアすごっ、見た？この黒い水着のやつすごっ、どういうこと？スタイルよっ、やん、かわいい、びっくり、仰天ボディだね、かわいい。お、というわけでまた明日7時半にお会いいたしましょう。というわけでみんなおやすみ、ありがとう、バイバーイ。
すみなさい。バイバーイ。